ありがとうございます。ありがとうございます。帽子が取れちゃった。初っ端から取れました。こんにちは。こんにちは。あかりんとなーちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。1曲目は、AKB48 の会いたかった。2曲目は手羽先センセーションのニコピの方程式を、お送りしました。イエーイ、ね、今年はあかりんと一緒にクリスマスを過ごすことができて嬉しいです。 100×100 をお届けにお届けすごいすごい、ね、私たち、2年前かな、2年前もクリスマスのイベントに出る予定だったんですけど、その時は結構コロナが、ね、ひどい時期で、中止になってしまって、あかりんとリベンジ、クリスマスリベンジを果たすことができて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうします？次行きます。次行く？じゃあ次の曲に行きたいと思います。次の曲はセリフもある曲なので、クリスマスバージョン楽しみにしててください。はい、お願いします。
ありがとうございます。3曲連続で聴いてもらいました。1曲目が AKB48 さんの隣のバナナ、2曲目が狼のプライド、3曲目が彼女になりますかでした。ありがとうございます。なんか今日冬の野外なので寒いと思ってめっちゃヒートテックとか着てきたんですけど、今めっちゃ暑いです。でも次の曲でマフラーをつけます。めっちゃ暑い、暑いね。あ、それで、あ、でここでは告知をさせていただきたいと思います。じゃあ私させていただきます。私は現役時代に、今は社会人で社会人なんですけど、大学生の時に所属していた京都女子ルーっていうアイドルコピーダンスグループがあって、その単独公演、歴代メンバーでの単独公演を2013年、来年の2月25日土曜日に開催されます。それでそれで場所は大阪の弁天町の世界観というところでさせていただきます。ちょっと待って、びっくりした。すみません、すみません。世界観というところでさせていただきます。で本当にその初期メンバーから今現役で活動しているアイリス流星群ちゃんまで本当に総勢23名でさせていただきます。でもし2月25日空いてるよって方がいらっしゃったら本当に見に来ていただきたいです。詳細は京都女子流の公式ツイッターに載っているので、よかったらチェックしてください。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、あかりんもちょっと宣伝してもらいます。その間にマフラーつけます。はい。私からは個人的なものではないんですけど、私とあかりんとなあちゃんで YouTube チャンネルをしておりまして、今は何個か踊ってみたを何個か上げているんですけども、これからいろいろ載せていきたいなって考えているので、あかなーチャンネルあかなーチャンネルって調べてもらって、ぜひフォローしていた、フォローチャンネル登録、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。そうなんですよ、2000、ね、来年は踊ってみた以外になんかね、コスメ紹介とか他のことにも挑戦したいなってちょうど昨日話してて、ね、YouTube も頑張りたい。 YouTube もいろいろ動画編集能力とかもね、なんかいろいろこの活動でなんか上がった気がするので、そういうのも活かしていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。助けてる。最後の準備できました。私もいけたの、いけてる、うん、いけてる、いけてる、はい、オッケー。じゃあ最後の曲、はい、行きましょう。新曲です。
ありがとうございました。ありがとうございました。以上、あかりんとなんちゃんでした。